力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやって打ち上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔させねえで。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえやつだ。残酷だな。もう早くとどめさしちゃえよ。じゃあ次俺な。やめてよ。決着をつけよう。